はい、皆さんこんにちは。ホロホロです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はこちらの細長い布1枚でできる内布付きの簡単なお年玉ポーチを作りたいと思います。まず布の大きさです。10cm×73cm で準備してます。こちらはリーカンタブ用の布、約4cm×8cm で準備してます。まずリーカンタブを用意しておきます。まず両端を8ミリぐらいで、両サイドを折ってアイロンでしつけをします。そして半分に折ります。アイロンでしつけをします。そしてミシンでこの端を縫っておきます。Gカンタブを縫っておきます。そしてDカンを通します。ここを縫っておきます。これでDカンタブの出来上がりです。はい、次に細長い布、こちらを手を外に出して半分に折ります。半分に折りたたんだ輪の方から12センチのところで折り返します。もう一度輪の方から12センチのところ、こちらから12センチのところで折り返します。反対側も同じように横から見るとこのようになってます。ここが12センチです。この周囲を縫います。でミシンで縫うラインを印していきます。でミシンで縫うラインを印しました。こちらは7センチぐらい返し口を開けてます。でここのここからここで返し口を開けて、ここを縫います。こちらポーチの蓋になる部分です。角を丸くしたい場合はこちらを丸く縫ってください。ミシンで縫う前に
Dカンタブを挟み込んでおきます。こちら12センチで折り返した布の上にこのように乗せます。このように挟んでこちらを縫います。で、あとぐるっとサイドを縫います。では縫い代通りにミシンで縫っていきます。こちら D カンタブが挟まっているところです。返し口を飛ばして縫っていきます。これで縫い代通りに縫えました。こちらはまっすぐでもいいですし、カーブに縫ってくださってもどちらでも大丈夫です。返し口から布を表に返します。その前に角がきれいに出るように余分な布をカットしておきます。こちらの返し口から表に返します。はい、こんな感じで表に返すと D カンタブがちょうどここにうまくついてます。で、こちらの返し口のところを 2-3 ミリ幅でミシンで端ミシンをかけます。では、2ミリか3ミリぐらいで端ミシンをかけて仕上げです。こんな感じで端ミシンをかけて返し口を閉じました。はい、こんな感じでポーチが出来上がりました。生地の方ですけど、薄い生地を使った場合、こちらのセリアさんの両面接着芯、こちらを利用してみます。縫い目の大きさ一回りぐらい小さく両面接着芯をカットしました。で、返し口から布を表に返します。このように布を表に返しました。そして一回り小さくカットしておいた接着芯を返し口から中に入れ込みます。接着芯がシワにならないように中にきれいに入れました。アイロンで接着します。
はい、接着芯をアイロンで接着して、で薄い布でもこんな感じでしっかりと仕上がってます。あとは同じように返し口を閉じて周囲を端ミシンしておきます。で最後こちらにワンタッチホックをつけておきたいと思います。こちらの100均さんで購入できるワンタッチホックをつけていきます。こちらとこちらがセット、こちらとこちらがセットになってます。こちらがボタンの出っ張りの方、こちらがボタンのへこみの方で、それぞれのキャップになってます。まずポーチの蓋の部分にホックをつけます。切りで穴を開けます。で、この穴にボタンのキャップの方を通します。で、ボタンの出っ張りの方を手で押さえてパチンとはめ込みます。これでボタンの出っ張りの方がつきました。で、位置を合わせてこちらボタンのへこみの方をつけていきます。ボタンの位置を印してで、袋の内側から穴を開けます。で、ボタンのキャップの方を中から穴に通します。袋の内側から通してください。で、ボタンのへっこみの方をはめ込みます。少し硬いですが手で止まります。これで完成です。1枚布でこのように内布も綺麗に仕上がってます。ちょうどお年玉のポチ袋が入る大きさです。こちら D カンタブをつけてあるので、こんな感じでお年玉の後は小物ケースとして使っていただけます。はい、こんな感じで色とりどりのお年玉ポーチがたくさんできました。で、最後におまけです。セリアさんでこんな水引きのリボンを見つけました。こちらを少し手を加えてゴムバンドにしたいと思います。こんな風に水引きの紐がついてます。この紐を外します。で、こちらに代わりに細いゴムを通します。
ちょうどポーチをこのように留める長さでくくります。こんな感じでお正月っぽく仕上がりました。はい、こんな感じで出来上がりです。大きさの方が幅8センチかける長さ12センチの仕上がりになってます。でちょうどお年玉のポチ袋が入る大きさになってます。そのままお年玉を入れてもいいですし、ポチ袋で入れてもぴったりと収まります。はい、こんな感じでたくさんお年玉ポーチが出来上がりました。でセリアさんの水引きリボン、こちらを利用してゴムのバンドを作ってます。こんな感じでお正月っぽくなってます。今日も最後までご視聴ありがとうございます。こんな感じで簡単に仕上がる作品ばかりを投稿しています。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いします。ではまた。